バンコク行きのビジネスクラスに搭乗しますので、早速ラウンジへ。こちらが桜ラウンジのダイニングエリア、スカイビューです。テーブルメニューはこちらです。ギャル特製オリジナルビーフカレーをはじめ、オリジナル牛丼、和御膳、ナポリタン、クロワッサン、チョップドサラダ、豆と雑穀のスープなどがあります。私はミニカレーとチョップドサラダ、野菜と豆の雑穀スープにしました。こちらは普通サイズのカレーです。ライス少なめとかライスなしなどの要望も聞いていただけます。カウンターでオーダーするほかに、スマホの QR コードで注文する方法もあります。出来上がったらメールが来るシステムです。牛丼と味噌汁までいただいてしまいました。続いてアルコールのコーナーのご紹介です。梅酒やビク、鶴空などの芋焼酎があります。シャンパン、ワインは冷やされて置いてありますね。炭酸やビールグラスも冷やされて冷蔵庫の中にあります。ワインリストはこちらです。生ビールでもいただいてみましょう。シャワールームの予約もスマホの QR でできます。現在お待ちのお客様0名ということで、もう少しゆっくりしたら後でシャワールームへ行ってみましょう。ラウンジのマップにシャワールームが見当たらないと思ったら、階数が違って一つ下の5階にありました。通知が来てから5分後には自動キャンセルされますとメールに書いてあるので若干焦りました。大丈夫でしたが。ではシャワールームのご紹介です。歯ブラシセットはあらかじめ置いてありまして、ドライヤーはパナソニックです。ダイソンとかではないですね。おトイレはリクシル製で、もちろん綺麗に清掃されてあります。シャンプー、ボディーソープ類は備え付けのものがあります。プレディアっていうブランドのものでしょうかね。受付でバスタオル、ハンドタオルを渡してくれます。この日は夜中のフライトでしたので、どうしてもシャワーは浴びておきたかったので助かりました。もちろん水圧もバッチリです。ではそろそろ機内に乗り込みましょう。私の席はボーディングブリッジから入ってすぐ左の席でした。こちらがスカイスイート 787-3A の座席になります。窓際です。座席のご紹介をします。スカイスイート787は180度フルフラットベッドになるシートで、全席通路アクセスが可能です。こちらのビジネスクラスは前方18席、後方12席の全部で30席になります。身長180センチでもこの空間余裕があります。窓際に一人で座ったとしても、トイレに行くときなどに隣の方の足元を干渉しないのでとても良いですね。足元はかなり広いですね。3A
前の座席の窓は2つです。ですが一番後ろに窓はありませんので、実質窓3つ分ぐらいの座席の広さはあると思います。ビジネスクラスに乗ったらウェルカムドリンクが出るのを楽しみにしていたのですが、バンコク行きはウェルカムドリンクは出ませんでした。残念です。機体がボーディングブリッジから離れまして、いよいよ離陸です。本日の羽田発バンコク行き JAL33 便の機体はボーイング 787-8 です。スカイスイート787の特徴でもあるクラス最大級の大型23インチのモニターがついています。お食事はベッドという朝食メニューから和食か洋食かリクエストし、離陸前に紙に書いて渡すシステムです。起こさないでくださいにチェックをつける欄もありました。こちらはアメニティグッズですね。後ほどご紹介いたします。私の身長は大体158センチなんですが、私が乗るとこうなります。前に足が全然届きません。お水は席にあらかじめ置いてありました。こちらがウェルカムドリンクなのでしょうか。液晶タッチパネル式のエンターテインメントコントローラーが右手にありました。座席の調整ボタンはこちらです。もちろんフルフラットになります。マッサージ機能もついてるかと思ってしまったんですが、その機能はどうやらないようです。 USB 電源とコンセントはこちらです。それではいよいよ離陸します。JAL は離陸時照明が消えるので機内は真っ暗になります。朝便では夜中のフライトでも照明がついたままのこともあるようですね。もう夜中ですので皆さんもう寝ていらっしゃる方も多数いらっしゃいました。私は眠くないので機内の様子を少しご紹介します。ブランケットが座席に置いてありまして、こちらは軽くて羽毛の肌掛け布団なみたいのような感じでとても気持ちいいです。こちらは貸し出し用のカーディガンです。ジェルのマークがついています。結構ね厚手で暖かいですよ。スリッパも履いてみました。ジェルのカラーであるグレーのスリッパです。ふかふかでね気持ちいいですね。ミニの靴べらなんかもついています。朝起きたら足がむくんでいるのでちょっと靴が入りづらいので、こういった気遣いは嬉しいですね。アメニティは JAL の巾着袋に入っています。では中身をご紹介したいと思います。こちらはモイスチャーマスクですね。耳栓と歯ブラシセットが入っています。それとアイマスクですね。ビジネスクラスのアメニティにしてはちょっとシンプルかなと思います。液晶タッチパネル式のコントローラーでは映画やビデオを楽しんだりお食事の注文ができたりします。フライトマップもこちらで見れますね。映画の種類も結構ありますね。個人モニターがかなり大きいので映画を見てもとても、ね、見やすいと思います。スカイスイートはかなりの、ね、保湿感があります。離陸後1時間ぐらいでお休みの前にアミューズはいかがですかと支援さんから声をかけていただきましたので、ちょっと注文してみました。こちらがアランチーニチキンとパスタのサラダ、カニサラダです。ドリンクはノンアルコールのシャンパンをいただきました。美味しそうですね。早速いただいてみたいと思います。ドリンクメニューのご紹介もしたいと思います。キャンパーニュはドラビエカルトドールというものですね。赤ワインは2018年もののミノノワールと2018年もののガメイです。
日本のワインもあります。2020年もののココファームワイナリーで作られた農民ロッソというブランドのものです。ソフトドリンクのメニューはこちら、 JAL オリジナルドリンクとしてスカイタイム桃ぶどうも入っていますね。ノンアルコールドリンクとしてベルギー王室大使館推奨のデュクドゥモンターニュクラシックです。こちらは私が先ほどオーダーして飲んでみたのですが、とても美味しかったです。肝焼酎は千葉県産の鶴空、麦焼酎は宮崎県産のなかなかというものがありました。少し食べたら汁物が飲みたくなってきたので、ちゃんぽんでスカイを頼んでしまいました。続いてお手洗いの様子をご紹介します。貸し出しのカーディガンも着てみました。結構生地が厚くてあったかいです。こちらはうがいのコップとハンドソープですね。歯ブラシ、洗口液、ハンドクリーム、消毒液が置いてありました。歯ブラシはお食事の前にはもうちょっと数多く置いてありましたので、機内は乾燥するのでハンドクリームが置いてあるのは嬉しいですね。おトイレにはウォシュレット機能もついております。せっかくのフルフラットなのですが、動画を撮るのを忘れて寝てしまいました。180度ゴロンとしてね、ベッドみたいに眠ることができます。軽く2時間ぐらい寝ていたら、あっという間に朝ごはんの時間です。機内食はお目覚めの洋朝食とこだわりの和朝食があります。まずは和食からご紹介します。さらに左上から大根、野沢菜、昆布、かつお梅、水菜ときのこの煮浸し、グラ添え、刻み長芋、醤油ジュレ、ゆず入りかまぼこ、エビ炊きの絹さや、果物、湯葉、磯和えです。ネギたっぷりのお味噌汁もついています。メインディッシュは特製湯豆腐のポン酢あん、鶏肉も添えられています。そして白米ですね。ドリンクは山形県産のプレミアムリンゴジュースと日本茶をいただきました。読書灯のみで機内が暗いのと寝ぼけているのかアングルが悪いのはお許しください。私は和食をいただきましたが、この鶏肉と揚げ出し豆腐の煮物がとてもお上品な味付けで、白米ももっちりツヤツヤで美味しかったです。すべて美味しかったです。ごちそうさまでした。続いて洋食のご紹介です。目覚めの一杯、山形県産プレミアムリンゴジュース。アペタイザーは鴨のスモーク、2種のパプリカとチーズ、サーモンパイです。メインディッシュはオムレツのキノコクリームソース、フルーツもついていますね。パンは2種類いただけました。スカイスイートはパーティションを開けると隣の方と会話をしながら食事ができるのでとても楽しいです。そして食後うたた寝していたら、あっという間に到着の時間です。バンコクスワンナプーム国際空港に到着です。現地時間は午前4時35分です。まだ夜は明けていないので外は真っ暗ですね。入国手続きをしてスーツケースをピックアップしてからプーケット便へ搭乗します。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それではさようなら。